こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、冬のビジネスカジュアルはこの6点だけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。最近はですね、ビジネスカジュアルというものがだいぶ一般化していまして、春夏はもちろんクールビズでですね、皆さんもすでにビジネスカジュアルお楽しみかなと思うんですが、それだけではなくて秋冬もですね、ビジネスカジュアルを楽しんでいる方がかなり増えているかなと思うんですね。ただこのビジネスカジュアルというのもまだまだですね、どのように着こなせばいいのかわからないという方はですね、少なくないのかなというふうに思っています。ということで今回の動画ではアイテムベースでこういったものを持っておけば間違いないというものをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってますので、ぜひですね、最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。正直ですね、今回ご紹介する6点があれば結構ですね、冬場のビジネスカジュアルは十分回せてしまうかなと思うので、1点ずつ丁寧にですね、買い揃えていただければなというふうに思ってます。ちなみに今回の動画はですね、スーツカンパニーさんとのコラボレーション動画になってまして、僕の中でまずこれは間違いがないというアイテムを6点に絞ってですね、皆さんにお届けしたいなというふうに思ってます。スーツカンパニーさんは以前の動画でも解説をした通り、ビジネスウェアにおいてはですね、日本屈指の品揃えで、なおかつですね、ベーシックかつトレンド感を踏まえたアイテムがしっかりと揃っているので、大人の男性がビジカジを揃える上ではマストなショップかなと思ってます。このお店に行けば上から下までですね、ビジネスカジュアルが完璧に揃えることができますので、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考しながらお買い物を楽しんでいただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的なアイテムを皆さんに解説したいなと思ってるんですが、まず1点目ですね、僕が今着てるネイビーのジャケットですね。これはビジネスカジュアルにおいてはまず持っておきたいアイテムの一つかなと思ってます。どんなにですね、ビジネスウェアがカジュアル化したとしても、やはりですね、スーツに変わるようなネイビーのジャケット、そしてこれから2つ目でご紹介するネイビーのスラックス、この2つで構成されるようなセットアップは持っておいて間違いのないアイテムかなというふうに思ってます。セットアップにもですね、さまざまなカラーバリエーションがあるんですが、その中でもまず一番最初に持つべきなのはネイビー無地のセットアップで間違いがないかなと思うんですね。このネイビーという色というのはですね、最もオーソドックスであり、着るだけで清潔感が漂うので、まずですね、間違いのない選択かなというふうに思ってます。僕が今着ているこちらのジャケットなんですが、デザイン自体はすごくベーシックですね。木をてらうことなく非常に使いやすいモデルになっていまして、サイズ感に関してもタイトすぎず、かといって今のトレンドのゆったりすぎずというところで、すごくですね、使いやすいサイズ感になっているかなというふうに思ってます。以前であればですね、すごく細身のジャケットなんかも流行ったんですが、最近はですね、そこまでピタピタすぎないような適度なゆとりがあるものの方が僕はですね、バランスがいいかなというふうに思ってます。ただあくまでビジネスシーンで使うものなので、これまたゆったりすぎてもですね、あまり収まりが良くないかなと思うんですが、まさにですね、サイズ感としては今のトレンド感を踏まえながらビジネスシーンでもですね、使いやすい形になっているかなと思っています。そして僕がですね、一番気に入っているポイントなんですけども、生地の質感がすごくいいんですね。ネイビー無地といってもですね、さまざまなものがあるんですが、こちらはですね、色味がネイビーの中でも暗すぎず明るすぎないということで、すごくバランスのいい色合いになってるんですね。暗すぎるとちょっと重たく感じますし、明るすぎるとビジネスシーンではちょっとですね、使いづらいかなと思うんですが、中間的なすごく使いやすいネイビーになっているのが個人的にはすごく気に入っているポイントなんですね。そしてこちらの風合いなんですが、ネイビー無地なんですが少しメランジ調になっていまして、平坦にならないような見え方になっているんですね。これが個人的にすごく気に入っているポイントなんですね。ですので遠目で見るとネイビー無地なんですけども、近くで見ると生地に表情があって、この点が上品に見えるポイントかなというふうに思ってます。素材はですね、これウールっぽく見えるんですが、実はポリエステル 100% なんですね。肌触りも良くて弾力性もあって、この辺りの生地の質感もすごく良くて、ストレッチがめちゃくちゃ効いてるんですね。ですのですごく動きやすい、このあたりも生地の特徴の一つかなと思うんですね。それでいてシワにもなりづらいですし、洗濯機でも洗えるという機能性、このあたりもですね、見逃せないポイントなのかなというふうに思っています。見栄えも良くてなおかつ機能的というところ、ここがですね、結構スーツカンパニーの商品の共通項かなと思うので、ぜひ皆さんにもですね、体感をしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、先ほどのネイビーのジャケットに合わせられるような
テーパードシルエットのボトムスになります。こちらはですね、シルエットとしてはあまり細すぎるようなものではなくて、腰周りだとかもも周りには適度なゆとりがあるんですが、膝から下にかけてはテーパードが効いているので、適度に細身のシルエットも楽しめるような、かなりハイブリッドな一本になっているかなと思ってます。このようにネイビーのジャケットと合わせればかなり綺麗な雰囲気で着ていただけるんですが、実はですね、こちらドローコードがついていまして、ウエストの調整ができたりですとか、あとはですね、ウエスト部分にゴムも入っているので、カジュアルに使うこともできるんですね。ですので、この1本さえ持っておけば休日にもですね、活用することができるんですね。特にこういったセンタープレスの効いたボトムスというのは、カジュアル使いをした時に全身のスタイルをですね、きれいめに振ることができるので、実は1本あると便利なので、オンオフ含めてですね、使うことができるこのボトムスはすごくですね、使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。先ほどもお伝えした通り、生地自体にもですね、ストレッチがあって履いてて気持ちがいいですし、シワにもなりづらいですし、なおかつ洗濯機でも洗えるので、そういった使い勝手においてもすごくバランスがいいので、これはですね、なかなか驚きのある商品かなというふうに思ってます。最近ではですね、ビジネスカジュアルのアイテムをカジュアルで使うという機会も増えているので、まさにですね、そういった使い方に適した一本なので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思ってます。はい、続いて3点目のアイテムなんですけども、僕が今着ているこちらのニットというアイテムですね。これまた冬のビジネスカジュアルにおいてはマストアイテムかなと思ってます。ジャケットの下にどんなアイテムを着るのかというところで、選択肢はですね、ニットなのかシャツなのか、この2つがあるわけなんですが、よりカジュアルで人との違いを出しやすいのは、僕はですね、こういったニットなのかなというふうに思ってます。春夏のビジネスカジュアルでは割とですね、 T シャツの上にジャケットを着るというスタイルが一般的なのかなと思うんですが、これが秋冬になるとニットですね、これをうまく使ってあげると、T シャツよりもニットの方がきれいめな雰囲気が漂うので、大人の男性にはより似合いやすいかなというふうに思ってます。ただ多くの方はですね、スーツカンパニーにあまりニットのイメージがないかなと思うんですが、僕はですね、スーツカンパニーのニットというのは隠れた名品だなというふうに思ってまして、普段のスタイリングでもよく使っているんですね。というのも、スーツカンパニーのニットってよく考えられていて、ジャケットの下に着た時にバランスのいい設計になっているので、すごく使い勝手がいいんですね。例えば厚みも絶妙で、ニット自体がかなり厚手だとなかなかですね、ジャケットの下としては収まりが良くないんですね。かといって薄すぎてしまうと体のラインがそのまま出てしまうので、あんまりかっこよくないんですね。その点、スーツカンパニーのニットというのは厚すぎず、かといって薄すぎないですね、絶妙な厚みに仕上がってるんですね。この点が非常に使いやすいポイントかなと思ってます。今僕が着てるのは丸首のニットなんですが、あとは首の詰まり具合ですね、ここも開きすぎてしまってもなかなかですね、だらしなく見えてしまうので、ビジネスシーンでは使いづらいんですが、ちょうどですね、首元のフィット感というのもバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。ニットにもですね、様々なバリエーションがあるんですが、一番定番的なのは僕が今着ている丸首のニットなんですけども、今回ですね、様々なベーシックなカラーがある中で、このロイヤルブルーのような綺麗なブルーですね、こちらに僕は一目惚れをしてしまいまして、今回の動画でもですね、皆さんにご紹介ができればと思ってます。もちろん硬い職場ではなかなか難しいかなと思うんですが、この上に先ほどのネイビーのジャケットを着れば、ブルー系のグラデーションで収まりが良かったりするので、ぜひですね、皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思ってます。このような丸首だけではなくて、先ほどまでですね、僕が着ていたようなこういったモックネックのニットですね、これまたですね、しっかりと揃えてくれているのが僕は嬉しいポイントかなと思ってます。クルーネックに比べるとやや襟が高いんですけども、かといってタートルネックよりはすっきりとしているので、首元に違和感がなくて着心地がいいんですね。そしてなおかつ、このようなモックネックというのはですね、今のトレンド感にも合ってるので、旬な雰囲気も漂いやすいんですね。ですので、この丸首とモックネック、それぞれ1枚ずつ持っておくとすごく便利かなと思ってます。こういったホワイト系のニットというのは、もう白 T 感覚でネイビージャケットと合わせるとめちゃくちゃ相性がいいので、やっぱり鉄板で持っておきたいアイテムなのかなというふうに思ってます。素材感もすごく良くて、肌触りもすごく気持ちいいんですね。イタリア製のですね、糸を使っているんですが、表面に微光沢があってすごく上品な仕上がりになってるんですね。もちろんですね、見た目の美しさだけではなくて、洗濯もしやすいですし、シワにもなりにくいという点で非常に機能性も高いんですね。ですので、ニットというとちょっとこう手入れが大変かなと思う方もいるかなと思うんですが、
気軽にですねガンガン使えるようなニットになってますので、1種類だけではなくて2パターンぐらい買い揃えていただけるとすごく便利かなというふうに思っています。はい、続いて4点目のですねマストアイテムなんですが、僕が今着ているこのようなストライプのシャツですね。これまたですねビジネスカジュアルにおいては必ず持っておくべきアイテムなのかなというふうに思っています。先ほどはですねジャケットの下に着るアイテムとして丸首のニットをご紹介しましたが、カジュアル感を出すのであれば僕はですねニットがいいかなと思うんですが、よりベーシックにきれいめに振りたいのであれば僕は襟付きのシャツがいいかなと思ってるんですね。ただシャツにもいろいろなバリエーションがあるんですが、その中でも僕はですねこのようなストライプシャツが一番使い勝手がいいかなと思ってるんですね。もちろんシャツといえば白のベーシックなシャツが一番最初に思い浮かぶかなと思うんですが、ビジネスカジュアルでネクタイをしないことを想定すると結構白シャツだとシンプルになりすぎてしまうんですね。その点このようなストライプシャツを着ることでネクタイがなかったとしても適度にですねアクセントを加えることができるので、ストライプシャツが1枚あるとすごく重宝するかなというふうに思っています。で、今僕が着ているこちらのシャツなんですが、かなりベーシックで僕の理想的なシャツに近いかなと思ってます。ストライプの幅が等間隔でブルーとホワイト2色を使っていて、なおかつ細すぎず太すぎない、このバランスが一番理想的かなと思ってまして、今着ているこちらのシャツがまさにバランスのいいストライプの雰囲気かなというふうに思ってます。このようなストライプって意外と探してみるとなかなか見つからないもので、そういったものがしっかりと揃っているのが、スーツカンパニーの魅力の一つかなというふうに思っています。そしてもう一つ重要なポイントがあって、襟の形、これもですねすごく重要なんですね。シャツの襟型にはですね様々なバリエーションがあるんですが、こちらはワイトカラーと呼ばれるようなもので、第一ボタンを開けた時の襟の広がりがとても綺麗なんですね。この上にジャケットを着たとしても、ジャケットの襟の下にですねこのシャツ襟が収まるので、すごくですねバランスがいいんですね。ですのでもちろん納体の時にも活用ができるんですが、それだけではなくてネクタイを締めた時の収まりもすごくいいんですね。ですのでこのシャツ1枚あればノーネクタイとネクタイあり両方楽しめるというところで、非常にバランスのいい襟型になってるかなと思ってます。しかも素材感もすごくいいんですが、こちらはコットンも使われていますので、肌触りもすごく柔らかくて気持ちがいいですし、あとはポリエステルも使われてるんですが、こちらにはサステナブルな素材を使われているので、環境に配慮した素材使いというところも結構見逃せないポイントなのかなというふうに思ってます。決して派手さのあるようなシャツではないですが、非常にバランスが取れてる1枚なので、これはですねビジネスカジュアル用の1枚としてぜひ皆さんにも持っておいていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて5点目のアイテムなんですが、僕が今着ているようなステンカラーコートですね。これまたですね秋冬には欠かせない重衣料の一つなのかなというふうに思ってます。ジャケット上に着れるコートとしては、僕は選択肢はチェスターコートもしくはステンカラーコート、この2択がですね一般的かなと思ってるんですが、その中でもステンカラーコートというのはですね、もともとサイズ感がゆったりめに仕上がっているので、内側にですね今のようにジャケットを着ても結構収まりがいいんですね。その点使い勝手がすごくいいかなと思いますし、意外とですねビジネスシーンだけではなくてカジュアル使いなんかもできるので、ステンカラーコート1着あると様々なシーンで使えるのかなというふうに思ってます。今僕が着ているスーツカンパニーのステンカラーコート、これまたバランスのいい仕上がりになっていまして、サイズ感は今っぽい程よくゆったりな雰囲気になっていまして、先ほどお伝えした通りオンオフでも使いやすいような感じになってるんですね。肩もですねラグランスリーブになっていまして、このあたりもですね今のトレンド感とすごくハマりがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。カラーバリエーションはいくつかあるんですが、個人的にはですねこのグレーの雰囲気がすごくいいなと思ったんですね。グレーの中でも深みがあって、すごくですね都会的でシャープな雰囲気に仕上がってまして、素材的にはウール見えするんですが、こちらポリエステルで作られてるんですね。ストレッチが効いていてシワにもなりづらいですし、なおかつ生地の表情としてはメランジっぽくなっているので、ペタッとしたような色ではなくてすごく表情が豊かな仕上がりになってるんですね。このあたりがですねシンプルなステンカラーコートではあるんですが、すごくですね上品な仕上がりになっているので、個人的にもすごく気に入ってるポイントかなというふうに思っています。今の僕のように内側にですねジャケットだとか、あとはモックネックのニットですね、このような形で合わせていただければ、かなりですね今っぽいビジネスカジュアルに仕上げることができるかなと思いますし、それだけではなくて先ほどご紹介したような
シャツで合わせてみたりだとか、あとはネクタイを締めたスタイルにもハマりがいいので、結構ですねビジネスシーンでも様々な使い方ができますし、あとはジャケットを使わずにニットの上にそのままコートというスタイルもすごくハマりがいいので、これはですね持っておくと間違いのないアイテムかなというふうに思ってます。しかもですね内側にはライナーがついてるんですね。これまたすごく便利で、冬場でも十分にあったかいですし、ライナーを取っていただければ秋だとか春だとかにも活用できるので、使えるシーツも長いんですね。このあたりも含めてすごく完成度の高い一着になっているので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト6点目は、今僕が持っているようなブラックのコインローファーですね。これまたビジネスカジュアルにおいてはマストアイテムの一つなのかなというふうに思ってます。デザインとしてはカジュアルなんですが、色合いはブラックで使いやすいようなコインローファー、これが一足あればビジネスカジュアルにおいては十分かなというふうに思っています。まあ、正直ですねスーツカンパニーにはシューズのイメージを持っている方あまり多くはないかなと思うんですが、意外とですね選択肢が多くて、なおかつですねスーツカンパニーのアイテムに合うようなジャストな雰囲気のですねレザーシューズがしっかりと揃っているので、僕は結構ですね穴場なんじゃないのかなというふうに思っています。こちらのローファーなんですが、まずはですねシルエット、これがすごく綺麗なんですね。適度に先端がシャープになっていて、やぼったくなく、なおかつやりすぎ感のない、すごく綺麗なですねバランスになっているんですね。まあ、デザイン自体はベーシックなコインローファーなんですが、シルエットが綺麗なのと、あとは素材の質感もすごく綺麗かなと思ってます。しなやかな国産のですねレザーを使ってるんですが、質感も上品でなかなか素敵な仕上がりになってるかなと思うんですね。あとは生産もですね全て国内の工場で行っているので、1万7000円台でこのようなレザーシューズが買えるというのは結構コストパフォーマンスが高いのかなと思ってます。しかも機能性も非常に高くて、クッション性も非常に効いていますし、あとはゴム底になっているので雨の日でもすごく履きやすいですね。また匂いもこもりにくいような構造になっているので、そういった機能性にも抜かりがないという点もスーツカンパニーの商品の共通点なのかなというふうに思ってます。コストパフォーマンスが高くて、なおかつ機能性も充実したこのシューズもかなりのおすすめかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では冬のビジネスカジュアルはこの6点だけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。今回はですねスーツカンパニーさんのアイテムに限定してセレクトさせていただいたんですが、改めてですね専門店は強いなというふうに実感をしました。真冬に必要なコートから足元のローファーまで一通りのアイテムがスーツカンパニーに行けば揃うので、これほどビジネスカジュアルに強いお店は他にはないんじゃないのかなというふうにですね改めて感じました。ある程度慣れてきた上級者の方であれば、1点ずついろんなお店を回りながらアイテムを買い揃えるのもいいかなと思うんですが、最初のうちはなかなかそういった買い物の仕方は難しいかなと思うので、一つのお店でコーディネート全体を見れた方がはるかに楽かなと思うので、ぜひ皆さんもですね今回の動画を参考にしながらアイテムを少しずつ揃えていただければなというふうに思っています。今回ご紹介したアイテムに関してはこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。また実店舗の方に訪れて店員さんと相談しながら少しずつ集めるのもいいかなと思いますので、ぜひ皆さんのですね使い勝手の良い方で冬のビジネスカジュアルをですね充実させていただければなというふうに思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。